はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんクシャトリラというデッキは覚えていますでしょうか。まあ、規制が死ぬほどかけられておりましてですね、いつだったかな、もうものすごい量の、規制が入りまして、そのクシャトリラフェンリルが1位になったりとか、まあ、バースが1位になったりとか、まあ、パライゾスはもともと1だしね、こういう規制がめちゃくちゃいっぱいかかってて、で、まあ、使用者もねちょっと減って一瞬来たのかなというところではあるんですけども、ね今逆にまたちょっと増えつつあるらしいんですよ。これ、ね、なんかねやっぱメタも合ってるなと思うんだけど、やっぱあんまりその意識されなくなった瞬間クシャトリラは結構強いっていう話ありまして、そのやっぱその空き巣的な、そのなんだろうな、環境に、まあ、要は流行ってるデッキがこう固定されてくればくるほど意表をついた時ってそのデッキ結構パワー発揮するじゃないですか。クシャトリラも今そんな感じらしくて、そのまあギミック自体はクソ強いんですよね、クシャトリラって。この辺のモンスターを使ってね、ランク7作ってアライズハートみたいな、アライズハートの効果がまあやばいから、まあこいつ立てられたら結構積むデッキいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱね初動が削られているからクシャトリラってやっぱユニコーンに触る手段が結構少なくなってるっていうところがあると思うんですよね。でじゃあ、どうやってこのデッキ動かしていくかっていう話なんですけども、まあ、基本的にはレベル7のクシャトリラで特殊ができるモンスター増やして、まあ、パワーピアスを打っていくっていう、まあ、2枚コンボになっちゃうんですよね。例えば、まあ、オーガを、まあ、今回オーガ3積みしてるんですけど、オーガとか、あと、まあ、この辺のティアクシャとか、スキアク6クシャトリラみたいなモンスターも、まあ、一応盤面に出れば、パワーピアスで、まあ、ユニコーンになったり、あと、フェンリルになったりできるんで、一応こっから動いていくというところと、あとね、動けなかったとしても、このカードがね、こうクソ強いですね。はい、マジで強いですこれ。まあ、ちょっと今回このデッキ使って、まあ、対戦してみたんですけども、なんか事故ってもなんか次元の裂け目貼っといたら相手死ぬみたいなとかって、なんかねこれ適当にこれ発動したらねなんか勝てんだよね環境にクシャトリラがいなくなったから刺さってるっていうのもあると思うんですけど、クシャトリラミーラーとあんま関係ないけど、これ発動されたところでね結局あんま関係ないんだけど、このカードが存在していると死ぬデッキっていうのはたくさんあるから、あとこれねこのカードとこのカードで死ぬデッキ、死ぬデッキがたくさんあるから、まあちょっとね何楽園とかだとワンチャン動かれるんだけど、全然ディメンションアタクターとかと、ただ例えば今流行ってる財宝スネークアイみたいなカードだったタッチだったら、まあ、アトラクターとか次元の作目ってめっちゃ辛いんですよね、墓地にカードいかないから。だからこの辺のね、まあ、カードが要は事故ってもこの辺のカードを引いてればなんとかなるよねっていう、まあ、そういうことですね。で一応はい、採用できるそのツボ系カードはなんか死ぬほど入れてまして、まあ、これで頑張ってユニコーン引きたいなみたいなね、あとプラパスファインダーもガン詰めして、まあ、これ引いてこれ引きたいなみたいな、まあ、感じの、まあ、そういうデッキとなってます。ぜひね、クシャトリラ好きだったけど最近全然使ってないなーっていう方いたら使ってみてください。今逆に強いです。デュエルスタンバイ。いやめちゃくちゃ久しぶりに使ってるんですけど、これ久しぶりに使うとこれだけ楽しいですねやっぱちょっとメタリチックなところあるから、なんか意外と相手積んでくれるっていうのあって、とりあえず次元の下げ目って相手増殖する G 打つかどうかゲーします。一回一旦さあどうします、あ、なるほど打ちますか。うらら、これさ、うらら打つかどうか怪しいんだよな正直。次元の裂け目ってね、貼られた状態で動けるデッキあんまないから、これちょっと1半です状態で、いやこれ多分ね、パスファインダー召喚してで効果起動します。あ、うららもある。なるほど。強いじゃん。やるね。やるね。ああ。まあ、なんもできねえか。じゃあ、まあ、しょうがねえな。これ、次元の裂け目でなんとかなんだよ、大体。いや、結構、次元の裂け目の、その、発動しただけで詰むで結構多いからね。今の環境、意外と。裂け目貼ったらサレンダーされることめっちゃ多いんだよな。ああ、裂け目への回答叫べの回答きたやっべえ、竜創権限、これ創権だな。クシャトリラフェンリル、お前制限カード引いてんじゃねえぞ、クソったれが。クソったれかよ。次元の叫べ、はい、
はい、すみませんでした。ちくしょう、秒殺された。俺の次元の叫び、はっただけで勝てると言っていた次元の叫びがなんか一枚しかないフェネリに抜かれたらマジ納得いかねえ。くっそ、わあ強い強い、圧倒的打点2800、いけ、バトルだ。くたばれ。よし、ゴミフェネリがよ、てめえなんかお前上からぶん殴ったら死ぬんだよ。あらんもねえな。クシャトリラプリペア持ってくるぜ。クシャトリラパーピアスの効果を発動。パーピアスの効果によりクシャトリラオーガを対象に取り、デッキから違う属性のクシャトリラモンスターを特殊召喚、クシャトリラフェンリル、ピコーン。そしてクシャトリラフェンリルの効果、フェンリルの効果によりクシャトリラモンスター1枚を手札に加えることができる。これによりクシャトリラライズハートを手札に加えていく。そしてクシャトリラライズハートを特殊召喚。これ双剣か、難しいな。双剣の場合、双剣の場合ちょっとむずいですね。フェンリルも結構強いんですけども、だいたいその出てきた時にトークンを生む効果が発動するんで必ず、だからまあトークンじゃないやつを裏側除外してると多分シンクロできないみたいなね話あるんですけどね。双剣って、まあ、双剣だからまあ前盤面か、なんか適当でもいいや。でこうして未来竜王も結構強いと思うんですよね。双剣デッキ相手、相手手札これ2枚でしょ。まあ双剣暗転なのか墓穴マスターズなのかちょっと分かんないんですけど、あの癖カードがね、多分ね結構ね強いと思うよね。未来竜王にするか、そしたら後ろも割れるしな。まあもちろんアライズになりに行ってもいいんだけどな。アライズフェンリルにするか未来竜王にするかが問題なんだけど、ちょっと後ろをぶっ壊してから未来竜王にすることにしましょう。多分これ結構強いと思います。多分、まあ、プリペアもあるしな。トークン特殊召喚、はい。でこれでいいな。ほんでトークンが出ます。あー、なんか墓穴っぽいですねこれ、あのクセカード。多分墓穴だと思います、これ多分ですけど。これ墓穴使ってくれんじゃねえ、これ実は。これ使ってくれたら今度プリペアで帰還できるんだよ、フェンリルが。あ、来たわ、マジやった。あれもうクシャトリラと当たるの久しぶりすぎて効果忘れてんじゃないですか先生。てか双剣だからもしかしたら復帰勢かもしんねえな。クシャトリラがいた時代遊戯をやってんじゃねえこれ。来たわこれマジで。これはねあまりにもでかい、それに関してはめちゃくちゃでかいぞ。まあ、ちょトークン若干邪魔ではあるが、邪魔寄りではあるが、まあ、未来王からの未来竜王するだろう。はい、未来竜王結構強いんですよね多分。相手パクれるしね、相手のモンスターパクれるし、トークン生ませないしね。で、セットして、でこれでフェンリルも帰ってこれるし、まあ、めちゃくちゃ強いんじゃねえかって話。うん、まあ、ちょっとフェンリル期間は一回ちょっと待ちまして、相手の動き見ますか。何が起きるかですからね。あー、はい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 、なるほど、いいでしょう。ちょっとフェンリルの効果無効になっちゃってるからな、カカナだから、まあ、だから今出てきたところで今は仕事しないから、ちょっとできればね、あの効果起動し、何そのもうやられないっていうタイミングで出したいですね基本的に。タイヤいいでしょう、除外、はい。まあ、無効にするわけ、あ、通すわけないよね。で未来竜王の効果起動、シャングリラを墓地送って貴様のモンスターをパクる。誰？誰？え、でもこれ加えたところでさ、何が？原竜族モンスター手札に加える。やべえ、これ待って、フロートスとか出てくるこれ。もしあの天元の竜猫何も出てくるんだこれ。わかんねえ。原竜族だったら何でもサーチできるんだよな。あの属性揃ってねえか。ビシュダ、あ、やべえ、ビシュダだる。あ、未来竜王はしょられるか。未来竜王はしょられる。まあそんな大したことないかな。いや、これマジであれだったな、フェンリル残しといた方がよかったか。でも未来竜王になんか全力注ぎすぎたか。これ実は結構破壊できない体勢強いと思っていたんですが、実は
これフェンリルとあのシャングリラとアライズの方が言うて盤面伸びてたんじゃないかっていう説ありますね。あ、はい。あ、でも一応これあれなんだ、あの盤面消してくれるんだ、ありがてえな。盤面ない方がね、草取りが困るんでね。若干未来竜王に全力を注ぎすぎている感は否めないといったところ。増殖する G、はい。まあ、暗転とだったかもしんないしね、でもね、伏せカード。まあ、ちょっとね、暗転とかケアしたかったんで、一応あれだったんですよね。あの、後ろを破壊したかったんですよね、私。まあ、とりあえず、ね、フェンリルが戻ってくるんで、なんか相手、はからってくれたんで、これ、絶対はから打った方がよかったと思うけどね、相手。はから打った方が絶対よかったと思うけど、まあ、とりあえず、こうして、であとは、墓地のカード除外して展開していけば、まあ、プリペアで一緒に持ってこれるんで、まあ、バースみたいなもんですからね、これ。で、こうして、ユニコーンがあれか、今回、絡んでねえから、ユニコーンでバース持ってくることできねえのか。なるほど。まあ、じゃあ、オーガ起動して、オーガからみたいな動きするか。オーガ除外、オーガドラグーン、帰還させるのパターンでもいいし、パーピアスで、ビッグマン回収もできるといったところですね。はい。バトルフェーズ入ります。で、一旦フェンリルで殴ります。はい。で勝利します。で攻撃し続けます。 OK でぶん殴ります。でメイン2入ります。これでまあ十分なんじゃない。十分でしょ。フェンリルの方が強いでしょこれ多分ね。双剣相手多分ねフェンリルまあまあ積んでんだよな。手札1枚、手札1枚でなんかまあなんかあーまたビッシュだ来た。これもだって積んでるでしょって。これも積んでない。ビッシュださ出てきてさ、ほんでさ出てきたビッシュだ裏側除外されたフェンリルに。これ積んでるだろ。双剣手札1枚からフェンリルで超えられないだこれ。消えろ消えろ。ふんつえおーつえわ。まあ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 悪くはないハンドではある。財宝狩り、まあガンマはケアするかさすがにな。はい。で財宝狩り出てきてまあそっからどうするか考えますかね。まあ多分ポプルスに当てるのがいいかな。はいと、思います。まあ一応財宝狩りチェーンしてで増時、まあ、うららとかはから打たれても、まあ、2ビル食らえわせられればなんとかあんじゃねえかな、これ。はい、ディアベルスターいいでしょう。さあ、ディアベルスターの効果を起動し、あ、シルビアか、なるほど。ってことは、現在法は持っている。ということですね、つまり。現在法、表側の、あ、強いな、それ。それ強いね。ああ、それ強いね。それ強いね。なるほど。まあでもこれそうってことはこれ増殖数字打っていいね。一応シルビアある。で、これはどうするんでしょうか。止まらない。オッケー。あ、ジェットシンクロン。なるほど。なるほど。ジェットシンクロンか。はい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 。財宝狩り。戻せワンドロー、オッケー。なるほどですね。これは分かりませんが、一体どういうことなんでしょう。あ、ディアボランティスか。あ、これディアラメンツだな多分。これ分かったわ。これ財宝スネークアイディアラメンツだと思います。これ多分、あー、ゴキボールですよね多分ね。これ あれですわ。あのメタクズ式、メタクズさんがなんか動画にしてたぞ俺多分。うん、ちょティアラメンツの動画はメタクスさんのやつ見ろってもうあの全人類がから言われてるんだけども。いやー、まあ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 、とりあえず一回ジェットシンクロの効果起動して、でシンクロ召喚される。多分これアクセルシンクロ出てきて、アクセルシンクロでレベル上げて88になるんですよね。でここで多分ジアンデッドするみたいな感じの動きだと思うんですけど、ね、アクセルシンクロンのが出てきてからでいいんじゃないかな、この隕石降らせんの。I don't close my eye って言いながら。どこまで行くんだろう、ちょっとわかんない。これ、これ、G 打たれた時ってこのデッキってどうすんのこれ。わかんない。どうするんですかね、これ止まるんですかね。シルビアあるから止まんのかな、わかんないけど。
はいはい、アクセルシンクロン、まあ、まあまあ次元の下げ目強いからね、あのデッキに対しては。さあどうしますか、何のチェーンだろうこれ。 G かな、穴だったら打ってるもんね。これ G だね、多分 G 持ってんじゃないかなこれ。手札になんかフリーチェーンで打てるカードなんか一応 あれか、でも石津のパターンもあるのか、今ケルドーがあるから墓地に。じゃあわかんねえか、エンドフェイズ。はい、やべえ、ちょトークンでけえ43でけえ、トークンでかいな、まあ、とりあえずドローしてから考えるか。トークンでかすぎ、笑った。フルルルってやって、一応ドラでどかすことはでき、あーこれ危、あーゾジーか、なるほどなるほどね。ドラ飛んでなくてよかったな。これあれから合金から入ったらドラ飛ぶからやばいか。これ先にモンスター召喚してドラでトークンしょってから動いた方がいいか。あーでも今のゾジーはタイミング完璧だったね、相手やるやん。え、でもこんだけさシルビアでしょ相手セットカードで、無動系は落ちてはいるけど、まあ言うてこっちぼっちそんな使わないから、これ次元の裂け目発動して、これさマジでノードローエンドでいいんじゃね、なんかなんとかなりそうな気がする。さすがにティアラメンズでしょ、次元の裂け目ってめっちゃ強いと思うんだよね。だからもう一枚もドローさせずに、これ多分遠くに横エンドまである結構これでいい気がする。やべえ、ちょっと手札が多いな。まあ、召喚するのはあんま微妙だからな。一応セット、まあ、これでエンドでいいんじゃないかな。で、相手、セットカードシルビアで、トークンが4、3、3000あるから、で、デキトップ1枚でしょ、ドローすんの。1枚からこの場面返せねえだろ。まあ、レイノハートとか召喚されたところで別にどうでもいいし、次元の裂け目あるから。多分ね、次元の裂け目で積んでると思うんだよね、相手、これ。うん、っていうか何が言いたいかっていうと、裂け目が強いってことよ。つまり。はい、そういうこと。そういうこと。ね、そういうこと。さあ、プリペアの効果使うぜ。なんだ無毒ケル使うか。さあ、クシャトリラオーガを爆弾。まあ、ぼっちから、なんかその、デッキに戻すとか、マジでどうでもいいからね。うん、パライゾス最強。パライゾス発動、まあ、あとはちょワンキル取りに行けばいいんですけども、パライゾス、またトークンをどうするかですね、あとあのトークンをどうやってしょるかみたいな話あるんですけど、まあ、いくらでもしょれるんですけどね、ウルラ召喚してバロネスとか、ビッグアイでパクるもあるな、ビッグアイでパクるもある、あ、まあ一応ダークアイモードで破壊とかもあるし、ダークアイモードもういねえか、ドラゴンサックで破壊とかもあるね。わかんねえけど、まあ、とりあえず1回ユニコーン出していくか、まあ、バースをね持ってこれるのが一番強いと思うので、プリペアの効果起動します、ユニコーン出ます、でバース持ってきます、バースでオーガ召喚しますみたいな動きしていけば、なんか死ぬほど並ぶなレベル7、クシャトリラユニコーン発動、プリペアとバース揃った時のなんかクシャトリラのこと無敵感やばいねあと思ったけどさ、これさ何パライゾス張ってる時のさオーガの打点3100、これ強くね、これ強えよ、あとニビルの3300も強えな、はい、これ強くね3100ってやばで、ライズハートを爆発させて特殊召喚でレベル7にして、しかもこれまだ俺バースの機関効果使ってないから、これでフェンリル除外しとけば後でフェンリルが蘇ってくる、はい、でやばいカード除外されろ、もうシェイレーン、なんかなんだっけあいつハウフにする除外されろ、で2体でエクシーズ召喚現れろ、ナンバーズ11ビッグアイ、ちょっとそのトークン欲しいな、そのトークンかっこいい、だから強そう、ちょうだいさあそのなんか3000トークンがいただくことになって、そうするとトークンの打点が上がるバリ強え、バリ強えんだけど、なにこれ、これトークン投げたら死ぬ相手暗い、どうする、なんもねえだろうな強ないやっぱ、もう、
クシャトリオなんか今だったら参るんじゃね。おう、いやー、なるほど。ちょっと G うらら、いや、うららは大丈夫か。 G ちょっと重いかな、さすがに。プラネットパスファインダーの効果起動します。プラネットパスファインダーの効果起動するデッキ最近ないからね、あんまりね。ジェネレートとかあんのかな、ちょっとわかんないけど。パライゾスで持ってくるのはユニコーンのか。ユニコーンだったら、特殊召喚できるやつの方がいいのか。ティアクシャとかシケクシャとかそっち系でいいんじゃないかな、これ。はい。で、クシャトラユニコーン特殊召喚。はい。で、クシャトラユニコーンの効果発動する。なんもねえな、相手。マジか。で、バース持ってくる。やべえ、このめちゃくちゃ強い動きできるけど、いい、これ。なんか、史上最強のクシャトラ場面みたいなできそうな気がするけど、これ。で、パワーアップやすいでしょ。で、ユニコーン対象に取ります。で、クシャトリラフェンリル持ってきます。で、フェンリル効果起動します。スケクシャでいいね。で、とりあえずライズハート出します。特殊召喚。で、クシャトリラシャングリラ出します。よいしょ。で、ライズハート効果。ビッグバンゲームから除外する。で、ビッグバンゲームから除外すると、なんかいろいろやばいこと起きて、シャングリラと、ペンデラゾーンをちょっと封鎖。これで超重武者は死亡。あ、まあでもこれ多分シャングリラじゃなくて未来竜王にした方が良さそうだな。で、まあ、フェンリルを回収して、フェンリルそのまま特殊召喚で、シャングリラの効果起動したので、パライゾスの効果起動して、シャングリラを破壊したいよって言うと、シャングリラの破壊耐性がついて、これでユニコーンが、墓地に送られて、で、一旦これアライズ出しますか。アライズ出しいきます。フェンリル残したいんで、フェンリルじゃないやつに残せればいいかな。ライズハートの上に一体でクシャトリラアライズハート特殊召喚。そして、ティアクシャの方からでいいか。ティアクシャの効果発動。特殊召喚して、その後、自分の墓地から、クシャトリラ、ユニコーンをゲームから除外。で、これは別に発動する必要はないか。まあ、ワンチャン相手が、その、除外されたら、あの、効果発動できるカードあるかもしれないしな。まだわかんねえからな。アイデアの時期かかんねえし。で、スキアクロクシャトリラの効果起動して、特殊召喚して、パワーピアス除外して、で、アライズハートの効果起動して、これで3個になる。これ回収したらあかん。パワーピアスでいい。よし、これで3歳になったぞ。で、レベル7のモンスターに対してオーバーレイネットワーキングを構築していく。これマジで強くね。これだってさ、多分これ最終盤面あれやで、未来流をアライズハート何歳か知らんけど、アライズハート、バース、ユニコーンフェンリーだね。これめちゃくちゃ強くね。なかなかの盤面できた。しかも、まあ、一応シャングリラの方が使ってないから、相手がフェンリルとか出してきてもアライズハートになれない。まあそんなことが起きないけどね、多分もう今現代遊戯王においては起きないとは。もうちょっとトークン邪魔だから破壊します。こことここ、はい。で、ランク72体で未来竜王を出す。強ない、これ見てくださいよ、この盤面最強じゃないですか。まあ、ありえないこと起きてますよ今のところね。相手のカード強襲するか。はい。で、未来竜王出す。あまりにも遅すぎるニビル系やね、これ。世界一遅いって言われてる、このニビル系や。バスタースナイパーってこれどういうこと？相手のデッキ。で、まあ、ユニコーン帰還。つえーバカつえバリ強いやん、このデッキ。最強かよ。いまだになんか、クシャトリラなんか、もうほぼ見なかったけど、ランクマとかやっても全然当たんないけど、最近、クシャトリラ。なんか、使っ
ったら分かるけど、いややばい、お前クシャトニア環境のなんで書いたこと入ってんだよそれ。やべえ、クシャトリラー最強メタデッキきた最強のクシャトリラーメタデッキきた。財宝狩りとバスタースナイパー入ってんな、わかんねえな相手のデッキで。これちょっとさすがにこれ全部裏にされるんでやばいっす。闇のご風景はさすがにやばい、さすがに。はい、あぶねえ危ねえ、おい、ビッグマンでライズハート吸収しておっか、吸収してかっていうか手札に回収しておっか。 OK、 はい、で、これでまあビッグマンもう一回吸収しておきますかね。はい、さあもうパリパリパリでしょこれ絶対ね、さすがに。はっ、えなんでそんなに裏にするカード入ってるの、嘘でしょ、そんな裏にするカード入ってることある、今スネーク愛環境やぞ、そんなことある、やべえ、なんかゼロボーガーになりましたゼロボーガーになりました。パワーツールブレイバーやばい、パワーツールブレイバーやばい、いやでも突破できないぞそんなモンスター一体では。俺のデッキは流星の闇シールやばい、なんかゴミみたいな装備魔法装備してる、直接攻撃みたいな感じですよねこれね。えでもこれなんか俺エンドフェーズ4枚ドロー入るよこれ大丈夫。さあオートクレーの効果2回連続攻撃を付与された、1500、2回連続攻撃は別に全然、俺負けんのこれ、嘘でしょ